ホライフニュースマイクラ支局の女性記者、蓬莱ライフがホットな話題をご紹介。というわけで、本日は、トロッコ枕です。さて、これの作り方は極めて簡単。まずは平地に泥ブロックを1個埋め込み、深さ 12.5 センチのくぼみを作りましたら、その上にレールとトロッコを設置してから、レールを撤去してトロッコをくぼみに落とし込んでください。あとはトロッコの方を向きながら、トロッコの四方いずれかの場所にベッドを設置するだけ。トロッコ枕、これにて完成です。もちろん普通のトロッコだけでなく、様々なトロッコを枕にすることが可能。トロッコ枕の寝心地、ぜひお試しください。ホライフニューストピックスでした。ご視聴ありがとうございました。